父上は何日も寝込んで死んだ。シナとの戦に参加することは禁ずる。大森がアシナとの戦に参加することは禁ずる。
大丈夫か？怪我はないか？米沢城に毒味役として奉公に来てたんだよ。でも政宗が毒味はいらないとか言い出してさ、俺が代わりに預かることにした。難しいんだよ。母上の味に似てる気がするんだ。母上が生きてたらなんて言うんだろうな。思い出した母上の記憶は優しい。だから争い事とか嫌いかもなって思って。